開けた。開けた。暑いから。あ、いや、換気です、換気。めちゃくちゃ寒いよ。ごめん、俺だけなんだよ。あ、すいません。言うて。換気っつって俺が開けた。すいません、換気しましょう。吉永さんやったら、ちょっと言ってよ。うわさあ、10分が経過。頑張れ、頑張れ。ペースは落ちてきたものの食べ続ける宮川4もこのペース。やっぱ辛いんだ。おっとここで奇跡、お祭りの曲が流れ始めました。さあおっと仕上がりをしてほしい。やろう、このままでいきましょう。この色川は死んでいます。マジで。しかし思いっきり殴られて死んだ水にドボン。今ちょっと一回スローで見てみて。僕まともにフックもらってるよ。これ顔面ありってこれタレントがやってええことなの。今言うけどこれ。一方こちらはアメリカハイヒールレース。痛い。もうちょっとなんかこうピンヒールじゃないやつってありますかね。こちらはかかとが太いタイプのハイヒール。ピンじゃないやつ何やったら言うてほしい。安いやつやこれ。もう見たらわかるこれ安いやつやこれ。いや見たら分かれちゃう。もう値段張ったら安いやつやこれ。600円やん。片っぽ300円やん。や分かるよ俺もこのこけたりとか。いや欲しいの分かってるけど見てアスファルトやん。もう何も用意されてないやん。無理やで。もう泣いてないと動きやで。スタート、わずか22秒で砕け切れました。さあレースは予想外の展開になりました。ノーマークでした。マーモック選手と宮川の一騎打ちになりました。相手ダメなんだ。紹介してないだろう。紹介を紹介やで。勝利をつかめ、イデオポテト。すごい、足曲げて。と思った時にもう水に入っていた。ヒットする魚っていうのは例えば、まあ、高級なシシャモとか。高いやつ。いやもうええやん。だから安いやつってこれやん。ならない100円は。でも1匹400円の本シシャモこう。オタは連続割に挑戦。Honey, honey, 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 honey. Guys, are you ready? Yeah. Okay. Go. Honey, 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 honey. 返り討ち。じゃあ、おかけてあげるよ。うん。はい。OK です。ええでしょ。なるほど。自分が。あ、自分で行く？手越君、かかってるよ。かかってる、かかっている。すみません、すみません。僕にかかっている。俺、ちょっとこれ、これで行こう。おじちゃん、おじちゃん。今や勝負はついた。しかし、お祭り男にリタイアはない。根性で突き進む。よく頑張った。やめてもいいんだよ。ゴールまで張ってでもたどり着く、それがお祭り男です。さあどうか、宮川大輔伸びきったー。